ハーバート・アーロン・ハウプトマンはアメリカ合衆国の数学者。分子の結晶構造の決定に新しい数学的方法を導入し新しい時代を切り開いた。今日ではハウプトマンが改良、改善したハウプトマンの直接法は複雑な分子の構造を解くために世界中の研究室で使われている。広く使われている。 この数学的方法を開発したことに対して、ハウプトマンとジェローム・カールに1985年度のノーベル科学賞が贈られた。ドイツ系ユダヤ人移民のイスラエル・ハウプトマンとレア・ローゼン・フィールドの長子としてニューヨークで生まれた。1940年11月10日にエディス・シトリネルと結婚し、1947年にバーバラ、 1950年にキャロルという二人の子供に恵まれた。幼い頃から科学と数学に興味を抱き、タウンセンドハリス高校、ニューヨーク私立大学シティカレッジを経て、1939年にコロンビア大学で数学の修士号を得た。戦後からワシントン DC の海軍研究所で、ジェローム・カールと共に働き始め、同時にメリーランド大学カレッジパーク校で、 博士課程の研究を始めた。数学と物理科学を組み合わせることで、X 線結晶構造解析の位相の問題に取り組むことができた。1954年に博士号を得て、彼らは、X 線結晶構造解析の直接表の基礎的な研究を始めた。1953年のモノグラフ、位相問題の解決一置中心対象性を持つ。 結晶の中では最も大切なのは確率的な方法論を導入することだというアイデアが述べられている。1970年、彼はバッファロー医学財団の結晶学グループに参加し、1972年にリサーチドクターになった。この時代の初期には彼は近い原理を系統立てて概念を拡大することを進めた。これらの理論は あとの数十年でさらに発展していった。2011年10月23日、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローで死去。94歳遺没。ハウプトマンは著書なども含めて170以上の論文を発表している。1970年から彼はバッファロー医学財団の結晶学グループに参加し、1972年にリサーチドクターになった。 晩年は、バッファロー医学財団を前身とする、ハウプトマン・ウッドワード医学研究所の所長をしていた。また、ここの生物物理学の教授、ニューヨーク州立大学バッファロー校のコンピュータ科学の教授でもあった。バッファローに来る前、彼は1947年から海軍の研究所で数学者として働いていた。ヘルベルト・ A ・ハウプトマン、ノーベル・ロリオット。 DS At 94 New York Times 2011年10月24日。ありがとうございます。